授業も退屈だな。見よ、そんな格好先生に見られたら怒られちゃうよ。ねえねえ玉木ちゃん、こないだのお茶会で会った男の子どう思う？どうって特に何も思わなかったけど、あそこの学校の男の子ってさ、みんなお坊ちゃまみたいな感じじゃない？だからなんか子供っぽいのよね。そう？私はね、一番背の高い男の子がいいなって思ったの。実はね、帰り道にこっそり電話番号を交換して、昨日ちょっぴり電話で話したの。そしたらね、今度葉山にデートに行こうって誘ってくれて、私ちょっとタイプかもしれないな。ミオ、そんな誘い簡単に乗っちゃダメよ。ちょっと焦らすくらいじゃなくっちゃ。そうなの？玉木ちゃん。そうよ、そんなすぐにデートだなんて、男の子なんてみんないやらしいことばっか考えてるんだから。じゃあ私どうすればいいの？そうね、本当に好きな人なら、私は忙しいのよって顔して向こうの反応を待ってみるの。私はそう簡単に落ちるような女じゃないのよって思わせないと。そんなことできるかな？できるわよ、ミオは本当に可愛いんだから、もっともったいぶっていいのよ。でもね、私好きって思うとすぐ顔に出ちゃうタイプなんだよね。好きっていう気持ちはここぞという時に取っておくの。自分のこと好きなのかな、どうなのかなって不安そうにしてる時に優しく伝えてあげて。そしたらもうミオから離れられなくなっちゃうと思うな。やっぱり玉木ちゃんは大人だな。恋の駆け引きってやつね。女の武器は大事に取っておかなくっちゃね。あ、チャイム鳴ったよ、ほら戻らなきゃ。次礼拝だ、遅刻したらまたシスターに怒られちゃう。じゃあミオ、頑張るんだよ。ありがとう玉木ちゃん、じゃあね。少しだけ今日は